こんにちは、ライムです。ということで今回は FF9 コラボより熱いガチャがある、空前絶後の344連ガチャ。はい、ということでね、皆さん FF9 コラボ絶賛開催中ですが、楽しんでますか？ということでね、やっていきたいなと思う。昨日ね、そのガチャ動画3本撮るよって言ったパート1がね、アップされているので、星5確定ガチャ20連アップされてるんで、まだ見てない方はそちら見てほしいんですが、今夜はパート2ということで、こちらね、チケット344連って言っちゃったけど、嘘だったわ。324連だったわ。ごめん、324連ガチャだね。行きたいなと思います。はい。とりあえず、星4か、どうしようかな。これ多分相当長くなるから、またね、2つ分けると思うんですが、200連かな ?200 連 ?170 連 ?170 連ぐらいで分けていく。まあ、適当に分けていこう。いきます。まず、星4以上確定チケット。10連目。これ数覚えておかないとやばいな。ちょっとメモ、ライムメモ書いとくね。ちょっとごめんね。ちょっとライムメモ書いとくわ、これ。やば。絶対忘れる、これ。これ別に星4以上確定ではあるんですけど、特別、星5がね、確率が高くなるとか、そういうわけではないので、全然。星5確率一緒ね、 7.5% だけど、全て星4以上出るよっていう。これだから、この9999の時点でゴミってことだね。これただの星5なしだね。そうでしょうね。でしょう。そうでしょう。でも一応星4以上10個出るってのもなかなかない機会だよね。これちょっとごめんね、一回スクショ取るねこれもね、なかなかない機会だね。もうスキップだね。だからまあ単純にウェポンパーツ集めになっちゃってるけどね。はい、20連目いきます。端数は最後にやろうかな。とりあえず今回170連やろうかな。パート1はね、前編に関しては20連目。さあ今回のクラウドは無事避けてくれるのか。避けー、おー、弾きウド、グッド。弾きウドはグッド、いいね。弾きウドはグッド。2つ、うわ、2つだ。ルティアだね。ルティアとザックスだな、これ。ルティアは、イーグルか、え？これも、これ知らないかも。バーンスワローってなんだ、これ。知らない。全然記憶いない。なんだ？多分、星5で持ってないかもしんない。バーンスワロー。知らんわ。なんだ、今の。ライズアビリティもわかんねえな。ザックスは何がいいだろうな。アークエッジ。それよりバーンスワロー、やっぱそうだよね。星4だったわ。これなんだ、魔法攻撃アップと属性耐性アップ。弱いわ。なるほどね。だから記憶にないわけか。これだったら使わないかな。魔法攻撃アップもちょっと他のやつと比べても低めだわ、数値が。で、これが、ブラントフォーマー。ああ、なるほどね。魔法ダウンか。魔法ダウンも、今んとこあんま使ってないんだよな。あんまり使い道がなくて使ってないんだよな。なんか、結構やっぱ物理優勢感あるよね。今のところエバクラって。まあ、今回、黒のワルツで魔法攻撃やんないとゲージぶっ壊れないよ、みたいなギミックあったけど。
なんかまだ僕の中では物理優勢感があるんだよね。まあ、この間の強敵襲来とかもあったかもしんないけどね。まあ今後、まあどんどん魔法攻撃系のやつが増えていくだろうし、あ、避けた。なんならほら、第2弾セフィロスとエアリス魔法攻撃っぽいもんね。金曜になったら答えが分かるけど、多分魔法攻撃だと思うんだよな。無属性の1個か、ザックスか。なんかザックスの武器そんなになんか強い武器あるよね、イメージないんだよな。ライズアビリティ的な意味でね。エンハンスソードザックス。あ、もうあとスキップでいいかこれ。エンハンスソードザックス、微妙いなあ。でも一応雷属性アビダメージプラス 30% ついてるわ。ザックスが雷属性攻撃するとき用ですけど、なんかもう今の時点で雷属性イコールクラウドみたいなね、ムラサメみたいなイメージがどうしてもついちゃうからね。ちょっとちぐはぐだな。ライズアビリティが治癒力アップで雷属性力アップだからね、エスマテが。ちょっと、はい、次40連目いきます。やっぱなんかザックスってライズアビリティパッとしないの多い気がするんだよな。この間のあれは強かったけど、ハロウィンのやつ、名前長いから忘れちゃうな。あれ、あ、ブラックウィスカーか。ブラックウィスカーだね。ブラックウィスカー強かったけど、さあ弾け。うわー、ダメウド。これはダメウド。あー、ダメだね。ただの星4だね。そろそろね、ライフガードハンドとかフェアリーテイルがっつりとつりたいんだよな。なんか強敵襲来の時に備えたい。なんか回復力結構大事だよね。回復力足んないと基本的にもう挑戦権ないみたいな。はい、星4以上のチケットとりあえず40枚使いました。波数はね、次のパート2の時、後編で一気に使いたいと思うんで、とりあえず下行きましょう。星3以上のやつだね。はい、行きます。50連目お、着替えてきた。いいね、やる気あるね、やる気あるね。あとまあついでに今 FF9 コラボの途中だからFF9 の雑談しようかなと思うんですが、あれだね、次のさパート2のガチャがクジャセフィロスとあとガーネットエアリスですけど、パート3誰になるだろうねっていうところだね。あと FF9 で出ていないメインキャラで言ったらガチャセフィロスだ、噂をすれば。出てないところで言うとスタイナーとクイナとフライヤとエイコ、これ、あー、ミスデル霊式内刀っていう読み方で合ってんのかわからんけど、お、これ強いね。HP アップと魔法アビ威力アップついてる。これ強いね。これ強いわ。アビがクソだけど。アビはクソだけど、ライズアビが強い。これは良いね。サブ武器として優秀だ。はい、60連目いきます。そう。残りメインメンバーで言うと、そのキャラたちなんだよね。ただ、ここセフィロスがクジャで出てきたから、まあ、ラスボス出してきたからさ、敵キャラが出るってことも全然ありなんだなと思って、
で考えると FF9 の有名ところで言うとベアトリックスとか、サブキャラで言ったらブランクとかもう、まあ可能性としては出てくるわけだよね。ブラネってことはないと思うまさかブラネバレットはないと思うからどうだろうね。だからパート3までしかないから、あの FF9 の主要キャラ全部が出るわけではないと思うんだよね。数が合わないから。はい、70連目いきます。でなってくると誰だろうな。ここら辺はもう完全に運営さんのさじ加減だろうからな。ただ一応ここまでのそのイメージというかしっくりはくるよね。主人公であるジタンがクラウドで、ティファがあのね、武器が拳なんで、クローなので爪だから、あのサラマンダーっていう一致で、あのティファがねサラマンダークローになったわけだと思うんだけど、まあ武器目線でいくとやっぱそうなのかなって。でガーネットもエアリスも武器がロッドだからって噂したらエアリス来るしね。エアリス2つだ。これフェアリーテイルだ、フェアリーテイルかサンアンブレラだったら結構嬉しい。おお、ナイスーナイスー。いやマジでナイスだな、フェアリーテイル。いやナイスナイス。あー丸っこいやつね。ワイザーロッド、ワイザーロッドも確か強かったよね。ライザービティ忘れたけど、確かワイザーロッドは強かった気がする。なんか属性力アップだったっけな。ワイザーロッドは、あそうだね、土属性力アップだ。今後土属性弱点の月の時は大活躍するでしょう。これはいい。オッケーオッケー。はい、80連目いきます。で何の話だっけ。あそうそうそう、今んとこ出てるキャラがなんとなくそのキャラのイメージに合ってるって話か。セフィロスとクジャは結構ね髪の色とかも似てるし、まあ同じくラスボスだしねっていうところで、まあそこも納得はできるよね。で問題は後のキャラどうなるかって話かなんだけど、ただあれだったね、そういえばルティアがさビビだったけど、あれ予想通りだったね。FF9 のコラボ前にさ予想動画僕アップしてたんですけど、見てくれた方はねわかるだろうと思うんですけど、その中で、まあ、ビビアルティアで組んじゃないかなっていう話でした。ズバリそうだったねっていうのも ありけりで、あとなんだろうなって思うと、今度レッド13 2つか。うーん、だからバレットクイナバレットクイナーは あってもおかしくないと思うんだよな。あとスタイナーグレンかな、レザーカラー、ゴールドカラー。レッド13使わなすぎて全然ね分かんないんだよな。シーサイドカラーが強いことぐらいしか分かんねえんだよな。あ、何気にこれ持ってなかった。あ、これもいいじゃん。さっきのワイザーロッドのと同じだ。HP アップと地属勢力アップ。オッケーオッケー。これはいいね。今後使えていきそうだ。でこっちが、魔法攻撃アップと、あー、これまた微妙なやつだね。ちょっと数値がそこまで高くないっていうね。で、一応魔法ダウン。魔法ダウンなんですけど、これが全体系だからね、6突しないとちょっと使いにくいかなっていう印象かな。はい。90連目いきます。パート3はほんとわかんないよね。ほんとマジで運営さん次第かなって思う。ワンチャン性別変わっちゃうけど、あの、フライヤーグレンとかね。フライヤーグレン。この FF7 で今んとこシドがいないから、竜騎士キャラがいないんだよね。槍使うやつ。いないんだよね。
それもあるからさ、誰かで補うしかない。まあそれ言ったら、あのクイナのねホークも誰も対応するキャラいないからね、いないんだけど、まあルティアのね、あのビビのさ杖が無理やりなんか銃の形した銃になったかな、モチーフ銃がモチーフ銃になったので、まあ、それ考えたら別にありだよね。なんか別にホーク型の剣でもさ、ホーク型の斧でも全然ありかなと思うんだよな。まあ、バレットの場合だと銃か、ホーク型の銃。ああそっか、バレットの場合だとギミックアームになっちゃうからな、ちょっとどうなんだろうね、難しいのかな。はい、次100連目いきます。ホーク型のギミックアームってなんだよってなるよねちょっと難しいか、絵面的に、絵面的にちょっとむずいのかな。おもろいけどね、そのミスマッチさがバレットにクイナの服着ててほしいけどね。また受け止めウドかよ、これゴミウドだな、ゴミウド。まあ一番だ現実的というか妥当なところで言うとやっぱスタイナーグレンか、スタイナーグレンだったらまだ想像難しくないな。はい、スキップだね、ゴミウド。はい、110連目いきます。これガチャの回数間違えてたらごめんね、これ雑談しまくってるから間違えてるかもしんない、もしかしたらずれてたらごめんね。まあどっちにしてもこの今回と次の動画で324連するのは間違いないから。さあ受けろ、受け止めうどー、ダメうどー、はいダメうどー、はいダメうどー、はいゴミうどー。あやべ、音消えた、うど音消えた、うこれちょくちょく音消えんの何なんだろうな、このバグ。ちょっと待ってね、一旦待ってね、これスキップします。ちょっと待ってください。音が返ってきた世界ということで120連目いきます。これ本当に120連だろうな、着替えてこねー。着替えてこねえです。なぜこの男は着替えてこないのか、僕はそれについて本気で考えてみることにしてない。あれでも324連って言ったよね、私324連って言ったから、この星さんのチケットが何連から始まったか考えればよいのでは。280枚ぐらいから、うわーゴミ、はい次130連目いきます。130連目、あやった、着替えてきた、ようやく着替えてきた。まあ 7.5% 今んとこ感じてねえからな、今んとこマジで感じてねえからな。もうこれ安心して見れるやつだね、安心タイム。ナイス、えいえい、いやー、そっか320連だから160連すればいいのか、この動画であと30連ってこと。クラウちゃん着替えてきて、クラウド自らの武器を出す。さあなんだ、マリタイム騒動が嬉しい。ミスリルセイバースキップします。ミスリルセイバーアポカリプスも欲しいんだよな。あ
まあまあ、まあまあ、まあまあかなっていう、まあまあ、まあ、ほとんど使い道ないかな、今のこの環境で言うとね。魔法攻撃ついてるやつ結構増えてきたからね。はい、140連目いきます。いよいよ終わり近づいてきましたね。残り30連ですか。今回めぼしいやつあったかな。まああれだね、 HP アップと土属性力アップ、あとフェアリーテイル1個出たか。うん、まあランダムだからね、ピックアップじゃん。ウィッシュリストでもない超完全闇鍋からのガチャだから仕方ないのかな。さあ弾けウド、おお避けウド、ナイス、いいね。さあ来い。てかこのチケットってさ、マジでラインナップどこまで入ってんだろうね。でも今のところさ、なんかなんていうの、村雨以降というかさ、本当にガチで初期のやつしか出てない気がすんだよな。あ、待って、あ、出てないや。あ、出てないか。違うガチャだったわ。ごめん。なんか一瞬ライフガードハンド出たような、勝手に謎の錯覚に陥ったけど、それ違うガチャだったわ。ってことはマジで初期武器だけなんかな。あー、トランクライザーガンはいい。これ治癒力がね、結構高いんだ、これ。トランクライザーガン。ヒーラーには必ず装備させてる。これはありがたい。トランクライザーはいいね。とつりたい、これは。これもうね、自然に貫突まで持ってきたい武器。これ高いんすよ。ポイントがね、注力アップが。一応、アビリティ力アップ。まあ、ヒーラー使わないけどね。まあ、注力アップ目的で装備してる感じだね。はい、150連目いきます。あと20連ですね。これと次で終わりだ。普通度。さあ、今回のクラウドさんは弾き返してくれるのか？さあ、弾き返せウド。意外とね、注力高めの装備ってないんだよね。配布のやつでも、貫突してもプラス27ポイントだから、それ考えると3突でプラス30届いちゃうトランクライザーガンはかなり強い。やっぱね、27と30じゃ超えられない壁あるからね。サブ武器にした時に15ポイントになるかどうかの差がね、あったりとかするから。結構でかいんだよね。27と30って。はい。最後だね。160連目いきます。うわー、着替えてこね。最後ぐらい着替えてこいよ。気合見せてみろよ。気合見せてみろよ。さあ、どうだ？弾きー。あー、弾かない。ダメウド。最後はダメウドでしたね。はい、ダメウド。はい、ただの星音。はい、ただの星音ゴミウドでしたと。ということで、今回160連目、まず前編お送りしました。次の動画はですね、残りの164連ガチャということになるんで、まあ、ご興味ある方はぜひね、そちらもよろしくお願いします。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。